はい、どうも、レンです。ナツです。はい、今回は Z アキレス対ジークエクスカリバー。さあね、 Z アキレスね、これもね、剣を2本持っている二刀流プラス盾、うん、そう。そしてね、やっぱり剣といえばエクスカリバー。さあ、やっていこう。さあ、じゃあいつも通りゴーポーニー選手ね。はい、行くよ。はい、スイッドゥワンゴシ。おっと、押されたー。イエーイ、オーバー。でもメタルの量やったらもう今の4世代目が一番多いのかな。それはそうだ、うん、でもライトミアの方が若干多いような気がするんやけど、うん、はい、じゃあ行くよ。はい、スイッドゥワンゴシ。おー、勝負かい。はい、レディーセット。はい、スイッドゥワンゴシ。レディーセット今合ってるか。さあ、なぜセンターを取る。よーし、オーバーフィニッシュ。3対1。オーバーじゃないよ、バースだよ。バースだね。3対1。さあ、行くよ。はい、スイッドゥワンゴシ。おい、お互い追いかける。追いかけっこ。さあ、どうなる今度は。多分アキレスの方がスタミナは多いよ。さすが主人公機。まあバランスタイプだからね。なんか主人公機がバランスタイプってそんな聞いたことにならないけど、うん、まあ別に関係ないよ。むしろバランスっていうのはね、攻撃防御両方兼ね備えたら最強だからね。スタミナは4対1。どうぞ。スタミナは。スタミナはもちろん兼ね備えてもらいます。3、2、1、ゴー。よーし、はい、勝負。強い。さすがに足らないよこの子は。だって、はい、というわけで今日はね、 Z アキレスの勝利。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。